はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は解決できない悩みというお話をね、していこうというふうに思います。迷宮入りの難事件、真実はいつも一つなんていうふうに言ったところでですね、よくあるのが、ちょっと長いんですけど、他人の悩みでっていうのは解決ができるのに、自分の悩みが解決できないことってよくあると思うんですよね。そんなですね、名探偵カーンでも解決できないような難事件があるんですよ、人生によってはね。殺人事件もすぐ解決できるかもしれないですけどね。で、他人にはうまくアドバイスができますよ。例えば恋愛のこととか人間関係のこと、仕事、お金の悩み。でもいざ自分のことになったら、なんかうまく解決できないっていうことが多かったりしますよね。で、人の問題だったら、いやそんな彼氏さっさと別れた方がいいよとか、お金の稼ぎ方だったらこういう副業があるよっていう風に言うこともできるし、アドバイスもね、淡々とできると。で、なんならその人が何かやろうとすることを手伝ったりすることができるにもかかわらず、なんで自分のことになると途端に頭が回らなくなるのかっていうことが、どうやらコーン君でも解決できないことが、解決できる糸口っていうのが見つかったようなので紹介しましょうということですね。で、これはまず実験からスタートしてます。で、参加者に徳の高さですね、いわゆる道徳心において、その高さに重きを置いているのかということを調査しました。で、具体的にはどんな内容かというと、私は他人とか世間、社会、世の中ですねに役に立つことをしたいっていうこととか、それから私は自分が信じていることを忠実に行動すると、まっすぐ自分の言葉は曲げねえ、それが俺の人道だっていうようなね、キャラクターもいますけど、つまりはそういうことです。で、こういったいろんな調査をした上で、参加者を2つのグループに分けました。今のは具体的な質問の例ですけどね、で、自分が抱えているトラブルに対して解決策を考えてもらうっていうパターンと、親しい友人が抱えているトラブルに対して解決策を考えてもらうという、この2パターンに分けました。で、これらの答えを第三者によるその回答における採点っていうのを行ったんですね。で、そうするとどういう結果が出たかっていうと、自分のトラブルに対しては残念ながらいい解決策っていうのを思いつくことができなかったんですね。その傾向が高かったと。ただし、徳の高さに重きを置く人ほど自分のトラブルに対しても正しい判断ができるケースっていうのが多かったっていうことなんですね。つまり、道徳的な人っていうのは自分の考え方に固執しないで、人にアドバイスを送るときと同じような目線で物事を考えられる力がついてるんじゃないかっていうことが言えるということなんですね。で、今日の結論でいくと、大切なのは知的謙遜というものですね。これ何かっていうと、徳の高さをモチベーションにして、要は道徳心高く、世の中人のためとか、それから自分の考えを貫くためにっていう行動でモチベーションを高めている人っていうのは、自分自身の問題でも正しい判断をする可能性が高いということが結論なんですね。で、自分中心に物事を考えてしまうと、私のために、私のために、私のためにって視野が狭まったりとか、考えが浅くなりがちになってしまうんですが、そこを道徳心高い人っていうのは、冷静にどうすべきかっていう解決策が思い浮かびやすいという傾向にあるというところです。で、知的謙遜っていうと、今の自分の考えとか知識ではトラブルを理解するために、要は解決するために十分な知識考えを用いてないというふうに判断するんですね。そういった気づく能力に長けているかどうかっていうのが重要だということなんですよ。で、自分の頭の良さの限界を知っているからこそ、自分だけではない視点にまで考えをめくらせて解決策を導き出そうとするんですね。具体的に言うと、あの人、自分の身近にいるあの人ならどう考えるかとか、過去自分が似たような悩みを抱えた時に、偉人の〇〇ならこんな行動をしたのかもっていうふうに、自分は無知であるからこそ人に助けを求めようとするということですね。だから、人に対してアドバイスするときは、その人に対し、その人から見ると自分自身が第三者じゃないですか。で、自分がするときは自分における第三者を誰か用意して、その人からアドバイスをもらう、解決策をもらうという、そういう考え方をしましょうということですね。で、その人の、そういう人の方が成長スピードも速いっていうことなんですよ。知的謙遜レベルが高い人は長期的に見たときにも学習力とか思考力の成長も非常に速いということなんですね。で、下手くその上達への道のりは斧が下手さを知りて一歩目っていう、スラムダンクのね、タプタプ先生の有名な一句があるかと思うんですけど、成長するなら自分一人じゃ限界があるんですよ。例えば桜木花道なんかでも、一人でずっとシュート練習をしたとしたら一生シュート入らなかったと思うんですね。あれを高木とか水戸とかに動画を撮ってもらうことで、野間くんとかねに動画を撮ってもらったことで、自分のシュートの
どれだけ無茶苦茶なのかっていうことを知ることができて、こういうフォームにしたらシュートが入るとか、あるいは、赤木春子さんにシュートの得意なポジションっていうのをチェックしてもらってたから、あ、右45度っていうのが自分の得意な、ところ、確率の高いところなんだなっていうことが知ることができて、最後三能戦でブザービーターかまして、なんと全国1位のチームから勝利をもぎ取るという結果に至れたっていうことなんですね。だから人は人のおかげで育つんですよ。このことを肝に銘じておきたいところなので、ぜひ知的謙遜、道徳心高く持って、解決できない悩みがあった時にどう解決したらいいかなっていうのを自分一人じゃなくって第三者の目線も授かりながら解決をしていっていただけたらというふうに思います。ということで本日の動画以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。